独特の表現技法が国内外に人気の日本絵画。特に江戸時代に盛り上がりを見せた浮世絵はファンが多く、今でも多くの美術展が開催されています。今回はそんな江戸時代の浮世絵について、絶対に押さえておきたい5作をご紹介します。名だたる浮世絵師はどんな作風が特徴で、どこに面白みがあるのでしょうか。一緒に見ていきましょう。浮世絵とは、その名の通り浮世、つまり世の中を描いたものです。特に娯楽の場である歌舞伎小屋や夜の街、遊郭など、当時の人々の生活の様子を描写しているものだとされています。モチーフは人物、動物、風景など様々で、江戸時代初期の1610年代から表現が始まりました。有名な浮世絵画家とその代表作をご紹介します。北川歌麿、ビードロを吹く娘。ビードロを吹く娘は1791年頃に美人画の名手北川歌麿が描いた作品です。婦女人相十本というシリーズ作品の一つであり、北川歌麿が30代後半の時に描きました。当時のトレンドだった市松模様の着物を着た女性が、輸入品として人気だったビードロを吹いている様子を描いています。北川歌麿が描くまで美人画は過去の作品の模倣に過ぎないとされ、画家にとっては敬遠する題材でした。ところが北川歌麿は全身を描くのが普通だった美人画を顔が大きく見えるように描くなど、新しい手法にチャレンジし、それによって高い評価を得たとされています。これを大首絵と言います。ビードロを吹く娘は大首絵ではありませんが、上半身のみを描いていることから、これまでの全身の美人画とは種類を異にしていると言えるでしょう。北川歌麿が絵を描いていた時代は、江戸時代の寛政の改革という厳格な政治が行われている時代でした。松平定信の下で行われたこの改革では、浮世絵は風紀を乱すものとして規制の対象となっていました。北川歌麿はこの規制をすり抜けながら作品を世に出していたといいます。伊藤若冲、群景図。群景図は1760年に制作された動植彩絵という動植物を描いたシリーズの一つになります。絹の上に絵の具で着色をされていること、伊藤若冲が当時最高級の絵の具を使っていたことから、とても鮮やかな発色が印象的な一枚です。群景図には13羽の鶏が描かれていますが、互いに重なり合い、境目が曖昧になっているのが特徴です。緻密な筆致で写実的な絵が伊藤若冲の特徴ですが、特に群景図においては、違う方向を見るたくさんの鶏と、画面に散るようにして描かれているトサカの赤が、どこかミステリアスな雰囲気を醸し出しています。伊藤若冲は青物問屋に生まれたことがきっかけで、10代の頃から野菜や飼っていた鶏などをよく観察しては絵を描いていました。鍛えられた観察眼があるからこそ、精密でリアリティのある絵を描けたのでしょう。伊藤若冲の絵は現在でもアメリカやパリなどの展示会で展示されており、ビビッドな色彩や動植物をモチーフにした浮世絵という珍しさから、ファンが多いことでも知られています。浮世絵は人物画や風景画が多い浮世絵ですが、伊藤若冲は動植物を描いており、そのテーマが珍しいことも人気の一つとなっています。歌川広重、日本橋。有名な東海道五十三次の起点である日本橋を描いた風景画です。早朝の日本橋の活気をユーモラスに描いた作品であり、橋の中腹には参勤交代の大名行列が、手前には魚屋の姿が描かれています。東海道五十三次は浮世絵に風景画というジャンルを作ったともされており、最もよく売れたシリーズでもあります。歌川広重といえば、広重ブルーと言われる発色の鮮やかな藍色が特徴です。ヨーロッパから仕入れられた根性という顔料を木版画で使ったために、油絵では出せないビビッドな青を表現できたとされています。広重ブルーのほか、
一文字ぼかしと呼ばれるぼかしの技術はジャポニズムの象徴として西洋にも知られることになりました。一文字ぼかしとは、水で湿らせた面の上に絵の具を横に一文字に置いて、そのにじみでグラデーションを表現する技術を言います。この技術は主に空を表現する際に使われました。後年にはこのような浮世絵から様々なことを学んだゴッホが名所江戸百景、大橋、あたけの夕立を模写しています。葛飾北斎、神奈川沖並み浦、東海道五十三次とともに有名な富岳三十六景の一つ、神奈川沖並み浦は誰もが一度は見たことがある作品と言っていいでしょう。富士、波、船とシンプルな構図でありながらも、緻密な表現技法によってダイナミックに描かれた傑作です。あえて富士を小さめに描くとともに、翻弄される三艘の船を描くことで自然の迫力を表現しています。葛飾北斎は見えない自然現象を絵で見せることを考えていました。今回の絵の形状はもちろん、寸秋絵尻という作品では、髪を舞い上がらせることで風を可視化することに成功しています。なお、神奈川沖並み浦は、葛飾北斎の卓越した画力が前面に出ている作品としても知られており、波の形状をハイスピードカメラで記録すると、ほぼ同じ形になることが分かりました。動体視力の高さが話題になりましたが、富岳三十六景が世に出た時の年齢は70歳を超えていたといいます。ということは、その場の動体視力というより、長く海を描いてきたからこその観察眼によって波の動きを捉えることができたのかもしれません。この作品はその後世界中の芸術家に大きな影響を与えました。歌川国芳、おぼろ月猫の森。浮世絵界の奇才、歌川国芳が1846年に描いた作品です。冒頭で浮世絵とは現世の世俗や風俗を描くものだとお伝えしました。しかしこの作品では猫が服を着て人のように描かれています。どのような意図でこのように表現されたのでしょうか。規律を乱すとして浮世絵を嫌っていた江戸幕府は、1841年の天保の改革以降、遊郭や歌舞伎小屋の様子を描くことを禁じました。そこで歌川国芳は遊女の顔を猫などに変えることによって規制をくぐり抜けていたというのです。おぼろ月猫の森はまさに浮世絵をめぐる変化を把握するために欠かせない作品です。歌川国芳はこの後相馬の古代理に代表されるような幻想的な絵画を描くようになります。この絵では左の女性が呼び出した妖怪である骸骨が中央の男性に襲いかかる様を描いています。浮世絵画家の中でも特に漫画チックな表現が強いのが特徴です。こうして浮世絵の解釈を広げたのも歌川国芳の功績と言っていいでしょう。さて、今回は有名な5人の浮世絵画家とその代表作についてご紹介しました。世界的に人気がある浮世絵、当時の文化や流行がわかる貴重な資料としても楽しめるジャンルです。今回の動画を通してお気に入りの作品やお気に入りの画家を見つけていただけたら嬉しいです。こんにちは、美術系 YouTuber の糸春です。日本絵画は今回このチャンネルで取り上げるので2回目になります。私は絵を見るときにパッと見の印象でこうじっくり見たいか、それともスッとその前を通り過ぎてしまうかっていうのを色を基準に見ているところが結構あります。で、日本画はあまり色が派手じゃないので作品の前をスーって通り過ぎちゃうことが多くて、今回の動画を作るときにどんな感想を言ったらいいのかなって正直ちょっと迷いました。今回はライターの住所さんが原稿を書いてくださったんですけど、この原稿を読んで、それでこう全然知識がね、日本画に関して私もそういう見方ができるんだって思ったところがあって、それがその特に面白いなって思ったのが群景図で、最初見た時は本当に鶏がたくさん描かれてるなーっていう感想しか浮かばなくて、でどこをどう見たらいいのかっていうことが全然分かんなかったんですけど、なんでしょうね、日本画って見慣れているからか、色のインパクトがないからか、ふーんって感じで見ちゃってたんですけど、でもこの住所さんが赤いトサカに言及しているのを見たりとか、あとこの絵が幻想的っていう表現をしてて、
でそのなんか言葉を見た時に、え、鶏の絵が幻想的と思って、それでちょっとこう絵を近くで見たり遠くで話したりしながらよく見てみたんですね。そしたら絵をちょっと引いてみたら、赤いトサカが画面にこう点々と散らばっている様子とか、画面の端っこの方に描かれている鶏の姿ってこう全身が入ってるわけじゃなくて、ちょっとこう体の一部が見切れてしまったりとかしている様子で描かれてる。でそれはなんでだろうって思ったり、で整列するわけでもなく、あの無造作に本当に鳥が立っているように描かれてるんですけど、でもどこか見ているのが心地よくて、なんとも不思議な感覚になりました。尾羽は垂れ下がっていて、その曲線が美しいなとか、あとはいろんな方向を見ている鶏の顔がなんだか人の顔のようにも見えるなとか、これまでだったらスーッと見過ごしてしまっていた絵だったんですけど、こう本当に一言幻想的な絵っていう風にいうワードを見ただけでいろんなことに気づくことができて、この絵にちょっとハマっちゃったんですよね。なんかあ、ぼーっとして見てて気持ちいいなって思ったし、なんかこの絵になんかどんな音楽が似合うかなみたいなこと考えたりとかして、なんかすごく新鮮な体験をしました。でもこういうことって日本画とか今回の絵だけに限らず他の絵でもあるなと思って、パッと見の印象で地味だなとか、なんか心にズドンと来なかったなって思ってその場から立ち去ってしまう、その絵の前から立ち去ったり鑑賞をやめたりっていうのを、まあ美術館とかだったら普通にするんですけど、でもそこに絵があってその絵と向き合う時間がこう設けられたりしていると、例えば私の動画みたいに一定のこう尺が決まってて、こう絵を見る時間っていうのが設けられてたり、あと私だったらその原稿に対してこうラジオコーナーで感想を考えるっていう、ある意味強制的に絵と向き合うことによっていろんなことに気づけるなと思いました。しかもちょっとしたキーワードとか、あとは問いっていうのが与えられるだけで、こんなに一つの絵からいろんなことを考えることができるんだ、いろんなことに気づけるんだって思ったら嬉しくなったし、なんかこういう鑑賞の機会とか、鑑賞してるその自分の絵を見た時の感想が内側からたくさん出てくる体験っていうのをたくさんの人にしてほしいなと思いました。なのでなんか今回は自分が知識がゼロの日本絵画っていうのを扱って、でももうすでに日本絵画についてちょっと知っているライターの方の原稿を見てで動画を作ることによって、忘れていたこの自分で言語化することの難しさと言語化できた時の嬉しさっていうのを思い出して、なんだろう、すごい初心に戻った気分になりました。はい、ということで今回はこのチャンネルで鬼滅の刃に続いて2回目の日本絵画の特集をしました。で、あともう一つ思ったのが、いつかこのチャンネルがもっと大きくなったら英語とかの字幕をつけて海外向けに日本の絵とかを発信できたら素敵だなって思いました。先日熱海のモア美術館に行ってきたんですけど、その時にも日本画の素晴らしさっていうのにちょっと触れて、まだそんなにこう日本画大好きっていう風になってないんですけど、日本画ってこう水墨画とかもそうですけど、こうすごい大きい屏風とかに全部その隙間を埋めるように描かれているんじゃなくって、こうすごく空間を贅沢に残したりして描いていて、で余白に意味を持たせることがすごくうまいなと思って、最低限の労力でこんなに膨大なというか壮大な世界観を表現している、本当に最小限の表現によって最大限の世界観を作るっていうのがすごく日本画は長けているのかなっていうふうに思ったりもして、そんな埋める美ではなくてあえて残す美とか埋めない美っていうのが特有のなんか表現として日本にはあるのかなって思って、そういう日本の素敵な芸術をもっと世界にも届けたいって思うようになりました。はい、ということでいつかこのチャンネルが世界デビューする日もそう遠くないですねと思った糸春です。ということで今回も最後まで動画をご覧くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。
美術、アート専用 SNS、ピントル。気になったアート作品を検索、コレクションしたり、思ったことをレビューに書いたり、AR 機能でその場に作品があるように映し出したり、あなたの美術鑑賞をもっと楽しく、有意義にするアプリピントルは、Apple Store から無料でインストールできます。